この辺はですね、今住んでるところの近所ぐらいなんですけど、この辺こうやってプラプラ歩くのってなんてことなくて、まあ昼間っていうのもあるんですけど、割と夜ぐらいになっても割と女子供が一人歩きしてもそんなになんか危険な香りはしないんですよね。割とおじいちゃんばあちゃんとかもなんか平気で夜中とか歩いてたりとかして平和な毎日なんですけど、前住んでたところっていうのはこれに比較するととてもつもなくデンジャラスなところで、割となんかこう自分家のベランダから見てるとなんかよくショットガンでなんかこう伏せてる人が大体週に2回は見てしまうということがあったりとかですね。近所のセブンイレブンはコンビニエンスストアではなくて、割と売ってるお姉さんたちが、春を売ってるお姉さんたちがなんかこう溜まってて、午前中ぐらいになるとなんか人書きがこうできるんですよね。並んでんですよね、みんな。それ何かなと思ったら人気の春売りお姉さんのなんかこう順番待ちをなんか午前中ぐらいにしてるという感じなんですけど、なんかこの辺とかほらこんな感じでなんかいいじゃないですか。なんかちょっと金持ち風でなんかこうなんていうの、ハイソサエティな感、ハイソサエティな感じで、俺には何の関係もないんですけど、ただこの平和はちょっと嬉しいです。前のところが前のところだっただけに。ほいでその前のところのとどめでひどかったのは、他にもあったんですよ。自転車盗まれたりとか、車のなんだ俺の車の窓ガラス割られてカーステップ丸ごとかさられたりとかで、とどめはもうそっからもうこれはたまらんっつって引っ越そうと思った時に、隣の朝起きたら隣の家がうるせえなと思って窓開けたら、バックドラフトのお兄ちゃんみたいな消防隊のお兄ちゃんがチェーンソー持って隣の屋根切ってた。それで隣の屋根ボーボー燃えてて、こらいかんっつって、この人結構この町人気も、いつも踊ってる。で、いつも踊ってて、毎日踊ってて、自分なんかカセット持って踊ってんだけど、この人でもね、ほんと雨の日、風の日問わず、365日踊ってる。何の話だっけ？そう。おいでもうびっくらこいて、朝起きて、ベランダなんだこれってベランダ飛び出したら、CNN とか、チャンネル7とかがみんな、なんかこうカメラ向けたんで、俺やばいっつってバスルーム戻って、もう一回こうやって直してサングラスかけて、もう一回どうしたんだって窓から出た覚えがありました。ここは結構平和です。